のフレッシュマンは阿蘇市宮地にあります古木石油株式会社一宮給油所にお勤めの男性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずお名前と年齢、そしてお住まいの地域から教えてください。小玉太一と申します。23歳で一宮の里に住んでます。小玉さんはこちらにお勤めになってもどれぐらいが経ちますか？もう4年近くになりますね。普段はどんなお仕事をされているんですか？もうメインは給油作業で、まあ、洗車、オイル交換等もやっております。普段はどんなことに気をつけながらお仕事をされていますか？まあ、お客様は第一に考え、まあ、従業員地域に満足を与えられるよう行動しています。それでは少しプライベートなこともお伺いしたいんですが、小玉さんは、結婚願望とかありますか？今のところはないですね。そうなんですね。もうまだ彼女もいないんで。そうなんですか。はい。どんな人がタイプですか？タイプは、まあ、年上の女性で、まあ、頼りがいがあるなら頼りがいのある人がまあいいですかね。でちょっと甘えたいタイプ。まあそうですね。じゃあそんな頼りがいのある人と阿蘇市でデートするならどこに行きましょう？まあドライブとかですかね。あとはもうカドリードミニアもありますし、ファームランドもありますんで。では最後に、お勤め先の PR をあちらのカメラに向かってお願いします。まあ、洗車コーティングに力を入れており、まあ、給油作業以外にタイヤ交換、オイル交換等もやってますんで、まあ、ぜひいらしてください。はい、では最後の決めポーズですね。いきます。いいですか？はい。今月のフレッシュマンは、阿蘇市宮地にあります古木石油株式会社一宮給油所にお勤めの小玉さんをご紹介しました。ではいきます。せーの。